はい、着席して起立礼。おはようございます。おはようございます。着席。はい、というわけで始まりました、赤津アイクル見つけてグッジョブ、新の城担当の赤津です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、この番組はですね、なかなか普段見ることができないお仕事の現場を除いてですね、いわき市にはこんなお仕事があるんだと見つけていただいて、ね、そして、就職活動に役立ててもらおうという番組でございまして、授業に入る前に皆さんに将来の夢などちょっとお聞きできればなと思ってるんですけども。はい、はい、まあ、やん今アイドルをしていて、はい、目の前でお客さんの笑顔が見れるんですけど、うん、将来もそういう目の前で笑顔が見れる職業に就きたいなって思ってます。そうそう、接客業かな。そうですね。はい、あーちゃん。はい、あーちゃん。と、私まだ中学3年生なんですけど。中学3年生なの。ほう。だからまだ未来があるので、まともな、いや、みんなあるよ、みんな未来あんのよまともな大人になって、うん、はー、まあ、ちなみに具体的にこんな職業就きたいななんていうのはあるんですか。子供と関わったりするのが好きなので、うん、保育士とか、うん、あ、もう夢が明確だからね、うん、もうまともな大人になると思いますはい、りっちゃん。はい、私は舞台とかイベントとかの裏方の人になりたいなって思います、うん、え、今表舞台でやってるじゃないですか。将来は裏方になりたい。え、なんかきっかけがあったんですか。いや、まあ、これがきっかけですね、きっと。アイクルガール自分でやってて裏の人見ていいなと思って。こうやって表舞台を経験してる人が裏方になるっていうのは、その表舞台に立つ人の気持ちが分かるから、めちゃめちゃいいスタッフさんになると思うね、うん、これはね。さあ、他いますか。はい、はい、アレクサンドロ・カレーリンさんの娘さんかな。あ、娘です。あのロシアのレスリングの選手の。じゃあカレーリンさん、何ですか。人を笑わせられるような職業に就きたいです。あ、芸人になりたいっていうことですか。あ、いいですね。弟子になりますメイちゃん。はい、私はダンスがすごく好きで、うん、やっぱりなんかそういう仕事やりたいなって思って。まあ、皆さんいろいろね、夢や希望を持ってていいなって思いますね。うん、まあ、やはり生活していかないといけないわけですから、ね、何か仕事となるといろいろ気になることもあるじゃないですか。はい、りっちゃん。私はやっぱり好きなことを仕事にしたいっていうか、やりがい重視にしたいです。はい、あーちゃん。なんか明るい 職場で働きたいです。なんか毎日笑顔でみたいな。はい、まあ、やちゃんと休みが欲しいです働く前に休みのこと考える私はボーナスが欲しいですまあ、まず一生懸命働いたらついてくるもんだと思うんで。めんちゃん、やっぱり給料大事ですよね給料大事ですよね。5人中2人金目当てではですね、実際にその職業に就くにはどうしたらいいんでしょうかね。やっぱりなんか興味ある分野とかはあるけど、うん、どこの企業に就くかって言われるとなんかちょっと決められない。あ、今、うん、企業説明会もないので、うん、はい、困ります。実際の職場の雰囲気とか、うん、仕事の内容とか、そういうのを具体的に知りたいなって。そうでしょう、そうでしょう。昨年からですね、新型コロナウイルスの影響で企業説明会がなかったりですね、なかなか内情を知る機会がないじゃないですか。そこでですね、この授業ではですね、いわき市内のさまざまな業種の現場にお邪魔して、皆さんの就職活動に役立つリポートをしていこうと。昨年は9社でしたけども、今回のシーズン2はですね、なんと22社を予定しております。すごい、ね、さあ、というわけで行ってみましょう。見つけてグッジョブ。